ただきたいと思います。秋田県西門内で8月16日から18日まで行われる盆踊り、こちらは阿波踊り、郡上踊りと合わせて日本三大盆踊りとされております。今日は熊谷和歌唱会の皆さん方がお越しくださいまして、その西門内の盆踊りをご披露してくださいます。そしてその後は大会の部、一般の部となりますので、よろしくお願いいたします。まだ食べてないもん、かわいそう。私チェックしたらなんかみんな全部に出ろ、全部2つも3つも出てる。チャンピオンなりかすくれて、なんてやったらしょうねえ。これはわかんない、これはわかんない。そんなわかんない、私ぐらいのものさ、1個だけ出て恥ずかしくない。何みんなこれチェックしたら、こうやって見たらさ、同じような見たことないのもいっぱい入ってる。みんな入ってる。だから、うん。もうこの人なんかチャンピオン、去年のチャンピオンだし、3つも出てる。だから出られるもんね、みんな出てるんだ。完璧ですね。うん、余計だね。ね、このチャンピオン持っていると思ったらいいんだな。なんか、怖い歌だけど、歌いづらいったら歌いづらいし。いい歌ったらいい歌だし、ね、取り方によってだからね。東北を代表する洗練された伝統ある盆踊りで、神秘的な彦佐通勤に編み笠を深く浮かぶ、昔を物語る美しい羽の衣装を身にまとった女性の優雅な舞と、それとは対照的に賑やかになりきりくお囃子の音が醸し出す幻想的な世界を感じていただけたらと思います。熊谷和歌唱会の皆さんによります、西門内の盆踊りです。Yeah!
ご覧いただきました東北を代表する洗練された伝統ある盆踊りご覧いただきました西門内の盆踊りでした。